はい、こんにちは。それでは今回もレッスン始めていきましょう。今回は、ストローク、そしてストリングヒット、この2つのテクニックを、練習していこうと思います。どちらもね、こうリズムを出すために、結構多用されるテクニックですので、ね、しっかり身につけていただければと思います。始めていきましょう。まず、ストリングヒットと呼ばれているような、奏法を、練習していきたいんですけれども、まあ、呼び方についてはですね、どれが正しいっていうのはないんですけれども、なんか最近の日本では、ストリングヒットとかストリングヒッティングとか、呼ばれたりしてますね。10年ちょっと前までは、チャってね、ただ単にチャっていう言い方をしてましたね。なぜかというと、こういうね、チャっていう音がするから、チャっていう風に、みんな言ってたんですけども、まあ最近はストリングヒットとか、いうことが多いんですかね。まあ今回もね、そういう風に言っていきますけれども、まあどういうね、奏法かというと、今もね、ちょっとやりましたけれども、右手の指で弦をこう打ち付けて、フレットにね、打ち付けて、そしてフレットと弦が当たる音、こういうチャっていうね、もしくは、バチッっていう音、これを出す、そんな弾き方ですね。これをね使うことでこうリズムを強調することができたり、しますので、ソロギターだけじゃなくてなんかねこうギターの弾き語りとかでもね、よく使われているテクニックの一つなんですけれども、そしてそのストリングヒットの、やり方なんですけれども、基本的に親指で弦をフレットに打ち付ける。ただ単にこう置くだけですね。弦をフレットに打ち付けるような意識でやってください。思いっきりこう力をね入れたりする必要はありません。優しくても鳴らすことができますので、軽やかに鳴らせるようにしてください。で、親指だけじゃなくて、人差し指とか中指も一緒に使ってね、こういう風にやる場合もありますけれども、どちらでもいいですね。今回は親指だけこう打ち付ける感じで OK かと思います。もう一つはストロークというものを練習していくんですけれども、ストロークはね、ピックで弾いたことある方はもう知ってると思いますけども、同じですね。ピックでこうかき鳴らす、動作、それを指でやるというだけですね。こういう感じですね。やり方というほどもないですけども、爪のねこういう爪の背で弦を撫でるような感じですね。ピックのようにこう思いっきりストーンとやると結構爪がダメージいきますので、そこまでする必要はないかなと思いますけれども。で、どの指でも OK です。別に中指でもいいですし、人差し指でもいいです。2本使ったりとかでも OK です。で、これはダウンストロークですけれども、アップストロークもあって、その場合は爪のね内側を使うか、もしくは、親指の背でかき上げる、組み合わせるとこういう感じの響きになります。そんな厳密にこうだっていう意識じゃなくてですね、ラフな感じで全然 OK だと思います。この辺はもうノリというかね、グルーブとかリズムが出ていければいいなというところなので、そんな厳密に何弦のどの辺をどの指でっていうのはありませんので、ラフな感じでやってみてください。
それではフレーズを使って練習していきましょう。はい、まずフレーズ1、聞いていただきましたけども、フレーズ1は、ベースだけ弾くプラス、ストリングヒットの練習となってます。譜面をねちょっと見てほしいんですけれども、そのストリングヒットでパチッとチャッと、こう弾くところをですね、大きいバツもしくは大きい X で表記してますので、その箇所はストリングヒットで弾くようにしてください。で、例えばねこの、1小節目、の2拍目の頭ですね、この X になって、ストリングヒットで弾いてくださいというふうになってますけれども、これが6弦上にね書いてあると思います。でまあこれ別に6弦ね叩いてもらって、ストリングヒットしてもらって鳴らしてもいいですし、これは別に6弦じゃなくて5弦をね、叩いて鳴らしてもらっても OK ですので、そこはその厳密にこの弦を弾いてくださいという意味ではないということを先に知っておいてください。ではゆっくりねちょっと右手の動きに注目しながらやってみましょう。まず一小節目ですけども、こういうフレーズ、初め実音で親指弾いて、で親指で鳴らして、その後また6弦弾きますので、ストリングヒットした後、この親指は6弦にいるようにしてください。まあ、ここが初めちょっとね、慣れるまで難しいところかもしれませんけども。まあ、そうしないと次の6弦がね、間に合いませんので。5弦、2小節目のね、5弦叩くところも同じ要領で。次の5弦のために親指はすぐ5弦に戻るようにしてください。で、2小節目の、このストリングヒットのところに関しては、5弦に、X 書いてますけど、これ6弦叩いてもらっても全然 OK です。というかむしろ6弦をこう叩きつつ、この5弦をね次弾く準備をする。この5、6弦の間を指が行くような、その辺に置くようなイメージにすると、うまく5弦にね次行きやすいと思いますので、声も利用しながらやってみてください。3小節目も、まあ、左手のポジション変わってますけど、右手は一緒ですね。5弦を叩く。4小節目は4弦叩く、まあ、これも5弦叩きつつ4弦次のベースを準備する、こういう感じで。そしたらね、次行きやすいね。こういう感じですね。一応コード進行も、見ておきましょう。G、これは C ですね。まずはね親指だけの動きに集中してストリングのヒットと、でそしてその後次にすぐ弾く親指のベース、この組み合わせに慣れてスムーズに弾けるようになるまで練習してみてください。はい、続けてフレーズ2でしたけれども、今度は、コードを刻みつつ、ストリングヒットでこうリズムをね出していく、そんなフレーズです。見ていきましょう。コード的には G、Am7th。で、
これも2拍目の頭と4拍目の頭で叩いてます。叩いた後こうすぐねベースいけるように準備してください。4拍目の頭5弦叩くことになってますけども、さっきと一緒で6弦叩いて、もらっても OK です。まあ、その方が次の5弦のベースの準備がしやすいですね。はい、で、はい、G 分の B の、食ってタイで食って、学せます。2拍目の頭でストリングヒット、まあ、5弦ですけども、まあ、実質6弦で OK と思います。でこうタイでね結ばれてますんで、3拍目の頭の存在を気にしつつ感じつつ弾いてください。3小節目は1小節目と同じパターン、4小節目も、まあ、ほぼ一緒ですね。2小節目とこのラインがありますけど、まあ、動きは一緒ですね。で G ですね。まあ、コードとこのストリングヒットの組み合わせ、まあ、これをするだけでねもうこのまま伴奏に使えそうな、パターンでしたけれども、まあ、いずれにしてもですね、まあ、慣れるまでね、この親指の動きがちょっと混乱してこう迷うかもしれませんけれども、しっかり、叩いてフレットに、フレットに打ち付けて鳴らすということと、その次のベース、ね、遅れないようにする、まずここに集中して練習してみてください。はい、フレーズ3でした。今度はストリングヒットを交えながらメロディーもね、弾くようなそんなパターンでした。見ていきましょう。1小節目こんな感じですね。まあストリングヒットに関してはもう、タイミングというか、2拍目の頭と4拍目の頭に弾く、そしてまたすぐ、次ベースを弾くっていうのは、今までと同じです。で今回はここね、ベースが食ってるってことをね、意識してみてください。これ E メジャー、まあ、これは E 分の C シャープみたいな感じですね。まあ、C シャープマイナーセブンスでもいいかなと思います。で、まあ、ここもね、次の小節の頭で弾きそうなところのベースを1小節目の終わりでもグッて弾いてます。ここですね。で、コードチェンジして、これ A6 ですね。はい、これは Am7th ですかね。進行でやってます。で、E メジャー。はい、こんな
感じのコード進行で弾いてます。まあ、ポイントは一緒で、ストリングヒットのね、ところは、ね、やっぱりフレットにしっかり打ち付ける音が出てるかどうか。そして、次のベースね、こうリズムの狂いなく、ピッキングできているかどうか。まあ、そのためのね、指の動き、準備ができているかどうか。この辺はもう意識して繰り返し、練習してみてください。フレーズ4でした。フレーズ4は、ストロークのね、練習となってます。見ていきましょう。これ一小節目ですね。一小節目は、C メジャーで、ベースが動いていくな、そんな感じです。で、譜面を見てほしいんですけども、譜面上にですね、このコの字をこう、カタカナのね、コの字をこうひっくり返したところと、アルファベットの V ですね、で書かれたところあると思うんですけれども、そのこの字がひっくり返ってるやつはダウンストローク、V はアップストロークの記号、それで弾いてくださいという、意味です。ですが、例えば1小節目ね、1弦2弦3弦をね、このアップとダウン、ダウンとアップで弾いてくださいと、なってますけれども、別にこれ4弦ね弾いてしまってもOK です。逆にこうアップストロークの時に、2弦からこうアップしてしまってもちょっと音が足りない状態でも、全然、まあ、これ大げさですけど、まあ、こんな感じでもとりあえずね、あんまり気にせずに、練習してみてください。その動作をねまず確認するという感じでやってみてください。2小節目 Am にコードチェンジして、まあ、これもベースがね動いてきます。3小節目は Dm7、まあ、これもベースがねこう動きつつ、4小節目は G メジャーですね。最後の小節、左手はね C メジャー、これを握って、で譜面を見てほしいんですけれども、そのダウンストロークの記号と、ロールドコードでできたこあの縦線のくにゃくにゃの縦線、これの2つ書いてるんですけれども、これはダウンストロークで、まあ、普通のダウンストロークよりもちょっとこうロールドコードっぽく時間差をつけるような感じでじゃららーんと弾いてくださいという意味で、書いてますので、そんな感じで弾いてください。こういう感じですね。今人差し指のね、右手の人差し指の背だけで弾きました。結構軽めに弾きましたけども、まあそれぐらいで OK なので、まあ軽く緩く、弾いてみてください。続けてフレーズ5でした。これが最後のフレーズですけれども、1小節目はこういう感じですね。2拍目がストリングヒットプラスダウンストロークなので、これ同時にしてください。こっちは叩きつつ、叩くと同時にちょっと手をねこう開くような感じで、こういう感じで弾いてください。
まあ、慣れない動作なんで初めは難しいと思いますけれども、あまり難しく考えずに、叩きながらストリングヒットしながら、指を開くような手を開くようなそんな意識で、やってみてください。ここから、A メジャーから B メジャー、ここも同じ要領でストリングヒットとダウンストロークで、ベースすぐ打って、これは E メジャー、ここも一緒ですね。でベース打って、ここもそうですね。まあ、リズムのあるソロギターの曲とか、こういう感じの弾き方多いので、ちょっと初めね難しいかもしれませんけども、でもあんまり難しく考えずに、叩きながら開く、そしてベースの次のベースを逃さないようにしながら、メロディーとかね、コードの音も混ざるように、そんな意識で弾いてみてください。次回のレッスンでは、ストリングヒットと、ストロークの練習曲を用意しましたので、これに挑戦していきましょう。引き続き頑張っていきましょう。お疲れ様でした。